また出くわしたな。お互い温泉好きにも程があるぜ。きっと湯治かなんかで温泉巡って歩いてるんだな。いや、やっぱり名前を聞くのはやめておこう。俺が男だからといってそう固くなりなさんな。そんな薄っぺったいのに興味はねえからよ。様もお気づきでしょう。この狂おしいほどの気の持ようは尋常ではございません。富士に住む龍脈の主たる龍神がこれほどの異変をお許しになるはずがありません。キスケ殿か。来ると信じておったぞ。だが申し訳ござる。拙者の無様は許されよう。冥府の淵より駆けつけながらここでむざむざと姫様を死なせたとあっては武士の治れ衛生の恥。されど矢つき刀折れ。今は立つことすらかなわじ。あれだけ集めた武者が全滅じゃねえか。これが全部龍神の仕業だってのか。専門の軍勢がひとたまりもなく吹き飛ばされた。龍の鋼の鱗に守られて刃が通らぬ。来るぞ。わらわが苦しみに巻き込んでしまったのじゃ。助けなど求めなければこんなことにはならなかったのに。いくつもの結界を押し破り、その都度幾人もの犠牲を払いここまで来たが、皆を無意に傷つけただけであった。もっとふてぶてしく主顔をしていろよ。大将が泣きっ面じゃまるでこっちが負けたみてえじゃねえか。俺はいくら切られようがおめえのためなら痛くはねえし、くたばる気もさらさらねえんだ。富士の龍脈を司る龍神様、お静まりください。稲荷明神の使いでやってまいりました伏見の譲る派にございます。お願いでございます。どうか気をお静めになってお聞き届けくださいませ。どいてろ譲る派。あれは声なんか聞こえちゃいねえ。頭に血が昇ったやつは説得するよりこっちが早え。足の先ボロ流の奥義、とくと見せてやるぜ。
鉄のごとき竜鱗が豆腐のようだ。真っ赤と村政はよく切れる。これほど痛い目を見ては頭も冷えるわ。狐よ、見苦しきところを見せた。これも人間が各地に陰を敷き、支流を断って木の流れを変えたがため、今や流脈は結界線ばかりにあふれ、流神たるわしも逆まく木によって、流れの行き着く先は何者かに作られた江戸城下の流血。勝負の分かれ目は時の運。負けが込んでても挑判どう出るかは振ってみなきゃ分からねえもんだ。キスケ、ありがとう。仏様と約束したのに、わらわが弱音を吐いてはいけませんね。鱗の剣は狐に免じて許してやろうぞ。おぼろ流と言ったな。ここまで人間にしてやられるとは驚きじゃ。虎姫にもすまなんだ。力を貸してやりたいが、すぐにもこの身を伏して弱った気脈を守らねば富士の噴火を招く。流脈細れば今しばらくは御法も働くまい。江戸全体の結界は消えるせ、鬼門も開かれたことだろう。犬神が流脈を操ったのは、おそらく天門を開かんがため。刀に封じられた今、それを叶えるには神仏の住む天へと登り、神気を吸って力を得るほかに方法はないからです。たり神に力を与えてはいけない。強大な魔人となって世にどのような不幸を招くか計り知れません。いいか、文句は言わせねえ。今度は俺が先に突っ込む番だ。江戸城で大暴れして目を引きつけておとりになる。虎姫はその隙に雑魚は相手にせず、一気に駆け込め。大将組の前で落ち合おう。お互いとても生きて城からは出られぬ。それなのにわらわのためにどうしてキスケはそこまで。虎姫と並んで晒し首なら悪かねえよ。間もなく尽きる命なら最後までそばにいてえじゃねえか。